いつもこのチャンネルにアクセスしていただきありがとうございます苫部指揮コーチの認定マスターコーチの誤りです、えー、今日は日頃を使う言葉で、えー、コミュニケーションのレベルが一気に高まりそして、えー、自分の体感で言うとですね人生が思いっきり変わるだろうという話をしてみたいと思いますじゃあどんな言葉をね日頃あの習慣にしていけばいいかという話ですねこれは あの散々、えー、っと、この YouTube でもお話をしてきてますし、いろんなところでお伝えしてきてるんですけども、うん、まだまだ、あのー、定着できてないのかなっていうふうに感じます。それは、あの、連日のようにですね、えー、質問とか相談とか、あのー、そういったメール、メッセージが届くんですけれども、その内容を聞いてみるとですね、あれ、おかしいな、そんなことないと思うんだけどなっていうことの裏側が、 ある程度見えてくるんですけれどもうんまずはですね、えー、とまあ日々のそのな悩みというのは大体人間関係だったりしますよねまあいろんな課題はあるんでしょうけど人間関係が良好であればですね結構仕事がきつくてもですね何かうまくできたりするんですよね日々。 日々そういう人間関係良好な人間関係の中で、えー、毎日を過ごすことができると、えー、なんかこう体感的に厳しい状況に追い込まれても何か乗り越えることができるというかそんな感じだと思います。えー、ということで、まあ、このコーチング理論をですねコミュニケーションレベルに落とし込むとですね結構活用できることがたくさんあって、うん、今日お伝えするのは日々 使う言葉、これセルフトークではなくてですねコミュニケーションの中で使う言葉の話をしたいんですねもうシンプルにこの言葉を口癖のように使ってみていただきたいなと思うんですね、えー、とサービス業の方はもう普通に使えると思います逆に言うとそうじゃない業種業態の方はですねもしかしたらあんまり日々使ってないんじゃないかなと思うんですね もうできるだけこの言葉を一日何回もあの口から発する。できれば朝起きたらこの言葉で,です、ね、練習してほしいぐらいの気持ちなんですね。どんな言葉か、もう超シンプルです、えー。ありがとうございます。これだけなんですね。ありがとうございますっていうのを枕言葉のように使う。コミュニケーションの中に全部あの埋め込んでいただきたいんですよね。不自然なくらい。<laughs> <laughs> 不自然なぐらいでそこまで不自然じゃないだろうと思うんですけどもえいつもありがとうございますってもうなんか挨拶の時に言えますよねでこれ「ありがとうございます」っていう言葉がなかなか口から出てこない場合のかそういうケースの方も聞いたことあるんで相談を受けたことがあるんですけれどもえっとただ言ってないだけでもうこれ訓練なんであの楽しみながら訓練 しちゃった方がいいと思います。あの、まず朝起きて、まだ、えっ、ー、と、そういうことをね、日頃意識したことないし、振り返ってみても、今日一日ありがとうございますって何回言ったかな、言ってないなっていうふうに思う方がいたらですね、もう今日から、もしくは、この音声を聞いた、えー、翌日からでもいいんですけどもあの、使ってみていただきたいですね。とにかく、最初だけです、ドキドキしちゃうのは <laughs>。 <laughs> なんでドキドキするのか分かんないですけどもね、えーとまあ、使い慣れてない言葉を使うときは、ドキドキしちゃうんですよね、おそらく無意識が。でも、言ってしまって慣れてくれば、これ、慣れなんですよね、習慣も慣れなんで、ありがとうございます、いつもありがとうございます、ってこれをね、とにかくいろんなところで使う、エレベーターでボタンを押して、あの開けといてくれたら、ありがとうございますって、思わずすいませんって言っちゃう人がって多いと思うんですよ。 自分も今日ボタンを押して、エレベーターの中でボタンを押して通したら、すいませんって言われたんですけど、別に謝ることじゃないんですよね、でもその、日本語は難しいところでもあると思うんですけど、そのすいませんには、えー、っと感謝の気持ちが乗ったすいませんだから、ありがとうございますと一緒なんでしょうけど、それを意識的にありがとうございますに変えていくってことですよね、もうこれ、以前もお話をしてるんで、えー、皆さん分かってると思うんですけどね。 今一度これを習慣化していただきたいなということで、あえて今日の,の YouTube で、えー、取り上げさせていただきました。えー、っと、できるだけですね、朝起きたら、うん、まあ5回から10回ぐらい、ありがとうございます、ありがとうございますというふうに、こう、そういうなんかトレーニングをするぐらいな感じでやった方がいいんじゃないかなというふうに思います。あの 口からさらさらっと出てくるためには、やっぱりそういった訓練をしていくこと、でそれが当たり前になったら、そんな訓練必要ないんですけれども、えー、と自分はどこで身につけたのかな、ちょっとよく覚えてないですよね、あの中学、高校とかであの、部活にいたらですね、おはようございますとかね、まあ、そういうのはもう皆さん習慣化してる人も多いと思います。逆ににうううとととそういいうい部活に入ったことがないという スポーツとかそういう文化系でもそういうことをちゃんとするとこもありますよね、挨拶をしっかりとしましょうとか、あの結構自分自身は、そうですね、えー、それは普通、普通に <laughs>、えー、体育会系にもいたし、文化,文化系にもいたし、えー、音楽関係の,あの厳しい、上下関係厳しいとこにもいたことがあるんで、まあ、そこは割とあとすんなり自分の中に入ってきたかなと思います。 ただしそういう厳しい、まあ、中学高校で部活に入ってたとしても社会人になると完全に抜け落ちちゃう方も中にはいらっしゃると思うんであのそれこそもう一回見直してみるといいんじゃないかなと思っこれは人生は思いっきり変わります本当に、えー、これは何度も言いたいところですけれども「えー、ありがとうございます」「いつもありがとうございます」ねこれが言える人 とそうじゃないい人の差は大きいですねで恥ずかしがることはないからちゃんと相手の表情を見ながら「ありがとうございます」ってこう言って反応を見るくらいの余裕を皆さん持っていただきたいなと思うんですねそこからコミュニケーションそのあたりからかなと思いますで今はテレワークになったんで、えー、と人と人とのこの接点がますます少なくなってるんで、えー、こういう言葉を使わなくなってるんじゃないかなっていう、まあ、それもあのこれからですね アフターコロナというか、まあ、ウィズコロナなんで、えー、テレワークはどんどん広がってくるし、定着してくると思うんですね。以前のようなオフィスに全員が集まってっていうようなことは本当に少なくなってくると思います。えー、とそれが世の中で今起きている現実なので、まあ、そういった未来がですね、一気に来たなと。 でね、テレワークでできたらいいかなっていうのは5年後、10年後とか働き方改革とか言ったのがなんと2ヶ月、3ヶ月であのテレワーク当たり前のようになってしまったということですよね。という中でますますこのコミュニケーションですよねだから、ズーム会議とかそういう、ね、あのテレビ会議そういった時にですねありがとうございますってやっぱりこれを、えー、枕言葉にして頭に入れてみる。 で感謝の気持ちをあの言う場面じゃないんですけれどと,と,と言ってもどうやったら感謝の気持ちを伝えられるかってことを常に考えて、えー、そのコミュニケーションの中にねじ込んでいただきたいんですよね。そうすることによってもう確実につながります。がそれはあの仕事のレベルがね スキルが高まって仕事のクオリティが高まったら評価も高まるんでコミュニケーション良くなるんでしょうそれはそれはあ,のあるんだけれどもそれ以前に人と人とのコミュニケーションの中ではやはり感謝の気持ちをきちんとあえて口に出して言えるかどうかで言える人が圧倒的に喜ばれるでお客様からは感謝される社内では。 まあ、可愛がられるってことですよね。上からも下からも、同僚からも慕われるということですよね、えー。気持ちは持ってるけど、口にしないのが日本の文化ですけれども、あえてそれを口に出してみる。それを、うん、やってみるっていうことだと思います。だから、いや、そこは強調しなくてもいい,あのい,いかもしれません。だったら、さらっと言えるようになるっていうね。あいつもありがとうございます。えー、本題に入ります。とか、そういうことですね。 でしっかりと伝えなきゃいけないことは、えー、っと最初に、えー、ちょっと仕事今回のテーマではないんですけども昨日の打ち合わせで何々さん何々さんに指摘していただいたことが非常に自分にとってはプラスに働いたので本当に心から感謝してますありがとうございますで始めるとかねなんかそういうやり方はできると思うんですよねまさにそこはクリエイティビティを働かせて、えー、コミュニケーションの中にぜひ入れていただきたいなと思います、えー、そうすることによって日々の体感が変わる そしてコミュニケーションレベルがあのどんどん良くなってきてまあ自分の感覚で言うとあの人生変わってきます、えー、感謝の気持ちをしっかりと口に出して言えるようになりましょうということですねこれはもう過去にもあのお伝えしているので繰り返しになりますけれどもあえてえ今回このテーマでお話をさせていただきましたまさにこのウィズコロナ時代だからこそですね ネットのテレビ会議でも、ズーム会議でもそれができるようになってくると、さらにレベルを、コミュニケーションのレベルを上げることができるという話をさせていただきました。えー、今日は以上です。ワクワク様でした。